5万ゴールドでプロジェクト2145をゲットしました。はい、どうもこんにちは、ハロワですってことで、今回もモダンウォーシップやっていきましょう。今回はですね、プロジェクト2145を紹介していきたいと思います。はい、5万ゴールドでプロジェクト2145ゲットしたんですけど、ゴールデンハントでね当てました。一応普通に買うと2万5000ゴールドで買えるので、約2倍の値段でゲットしたっていうことになります。おバカスペックがねこんな感じですね。耐久性が44万2000で、速度が 27.8 ノットで、操縦性が 11.2 で、レーダーが 8.8 で、ソナーが 1.2 になっています。で、武装がこんな感じです。ミサイルが1プラス1プラス2枠になっていて、で、艦砲が2枠ついています。で、それプラスヘリと、防空と、あと、専用防空ってなっているんですけど、これだけを見るとね、圧倒的にね、スペック不足なのがわかるのかなって思うんですけど、実は言うとね、専用防空がね、クソ強いんですよね。その専用防空がこちら、S400 っていう専用防空でして、この防空はね、シュトルムについているんですけど、なんと、プロジェクトにもついています。で、この防空のやばいところが、再装填で、なんと再装填がね、0.84 秒ということで1秒切ってるんですよね。はい、しかもダメージが1040で耐久性50なので、めちゃくちゃね、再装填早くて、ダメージもね出る最強の防空になっています。もう航空機とかもう逃がさないし、ミサイルとかもバンバン撃墜してくれます。それが1枠なのかと思ったら大間違い、なんと2枠っていう感じでね、まあ火力は全体的に落ちるんですけど、その代わり防空にステータスを振っているっていうね感じの観点になります。で、今回はねブラモスをねガン積みして2枠に40式で、艦砲は TMF155 で、ヘリは新しく買ったね、タイガーですね。で、防空がパントシーヤーを乗っけてやっていきたいと思います。ってことで、レッツゴー。さてと、まず1戦目、秘境の岩山でやっていきましょう。で、プロジェクトの強いところは防空なんですけど、実は言うと他にも強いところがあって、そのミサイルがね前方からしか出ません。はい、こんな感じでミサイルの発射口が開くんですけど、ミサイルは前方からで、艦砲は全部後ろから出るので、前に出るときはミサイルを使って、後ろに下がりながら攻撃する場合は艦砲を使うっていう感じでね、結構使いやすい艦艇になっています。で、さっきからなんかいろいろ艦砲が飛んできていますけど、誰かなってことで、早速そこにロクスがいるので、ロクスに対して攻撃していきましょう。で、ちょうど着弾いたのでミサイル撃っていきますか。で、これ TMF 撃ちたいな、できればほいほい、どう、当たらんのかーい。で、なんかもう一隻来てるな。もう一隻バリアークが出たので、バリアークに対して TMF 撃ちましょう。うん、前段外してる。いい感じに前段外してる。ってことで TMF ポンポン撃って、グラモスと、40式を撃って攻撃していきます。ほいほい。で、TMF これ撃ちたいな。ちょっと遅くなったな。で、なんかそこにロクスがいるんですけど、これどうしようかな。先にロクス始末した方がいい気がするんだよな。こいつめちゃくちゃ強いし。ロクスにミサイルを撃たせると本当にやばいのでね、ちょっと先にロクスやりたいんですよね。けどバリアークがそこにいるのでちょっと邪魔しているんですよね。だって40式とりあえず撃って、ミサイル来るけどこれ岩で着せるから、まあとりあえず無視でいいでしょう。ってことで、ロスクに対してちょっと攻撃していきます。ほいほい。で、ミサイル撃って撃って、で、これは一回回避します。いいね。当たってる。で、これ攻めてくる？攻めてくる？攻めてきた。ほい。ってことで、艦砲だけ撃って、ミサイル撃ちたかったな。けど、あんまり被弾してないね。なんかよくわかんないけど、全然被弾してないです。ってことで、もう一回攻めて、艦砲撃って、ミサイルほいほいと撃って、チャフでミサイルを回避します。いいね。この調子でやっていったら普通にね、勝てそうなんだけど、ロクス逃げてるな。これ追いかけたいですね。ってことで、味方がバンバン死んでるからできるだけ早くやりたいな。で、そこに敵2人いるので、まあとりあえず TMF ポンポン撃ってミサイルだけ撃って逃げましょう。
これができるのでね、あのプロジェクト本当に強いんですよね。さてここでできれば2人持っていきたい。あーマジか、1対5か。とりあえずあのそこにいるバリアク持っていきたいな。オッケー、まず1人持っていきました。こっからですよ。次そこにロスクがいるので、ロスクに対してミサイル撃って TMF 撃ちます。うん、当たらないな。逃げるな逃げるな。左に敵がいるんだよ。ほぼ体力満タンの。あ、けど体力削れているのなら先こっちやっちゃうかってことで、ちょっとこっちに攻撃してグラモスだけ撃ってちょっと逃げます。で体力めっちゃ削られてるな。空母からの攻撃が痛いから空母先やりたいんだけど、空母がどこにおるかわからんのよね。とりあえず引き続き、ウシャコフに対してミサイルと艦砲を撃っていって、最後ブラモスを撃ちます。でこれでどうかな、倒せるかな。倒せない、ちょっとだけ残った。じゃあもうこれ普通に艦砲を撃ってでやられますと。はい、ありがとうございますまず1戦目はこんな感じですね。さてと2試合目、巨大渦巻きでやっていきましょう。で2戦目はね、あの対艦重視からちょっとね、あの変えてね、あの対戦ミサイルをね、あの1枠の方に2つ乗っけてきたのでね、まあとりあえずこれでやっていきます。ってことで早速右に敵が固まっているので、まず足からからちょっとやっていきましょうか。まずミサイル撃って TMF を撃ちます。で対戦ミサイル撃って40式だけ撃ってちょっと1回避難します。でまた顔を出して攻撃して逃げて、顔を出してミサイル撃って逃げての繰り返しですかね。これでちょっと敵の体力をね、あの削っていきたいと思います。ただこれ結構奥に引っ込んでいるから、もうできるだけ前に詰めちゃいましょうか。でついでに空母そこにいるのでやれたらいいんですけど、やれるかな。ちょっと君それは無茶歩くない、そこ横断するのはさすがに厳しいよ。ってことである程度ここで敵の体力を削って、潜水艦に突っ込んでもらってから、ちょっとあの自分も突っ込んでいきたいなと思います。ってことでミサイル撃ってできるだけ削っていきます。ここの防衛崩すの厳しそうだな。敵がねめちゃくちゃおるんよね。うん、やもんでちょっとこれ潜水艦にねちょっと突っ込んでもらいたいんですけど、もうすぐでねあの潜水艦が到着するんですよね。ってことでこれもうちょっとだけ前行って TMF 撃って対戦ミサイルとかいろいろ撃っていきます。でこれもう一回前に出るか。ほいほい、とりあえず TMF 当たってミサイルはこんな感じで消していきます。でここからちょっと頑張って足から持っていきたいな。ちょうど一人になったのでこれチャンスじゃない。ってことでなんで今チャフタいたね、ちょっと早いよチャフタくタイミングけど、これで味方の空母がやってくれたので、まず足からやれましたね。で次そこのあの連敗に対して TMF と、ミサイルをいろいろ撃って削っていきたいと思います。おお、やれるのか、いいね空母が強い。ってことでそこにタイプ83がなんか島と島の間を横断しているので攻撃しちゃいましょう。ここら辺かな TMF。 いいねいいね、当たってる、全ダメージ。でもう一回やろうか。ってことでホイホイからの対戦ミサイルを撃って削っていきます。結構削れたな。でそこに2隻固まっているのなら、そこの、敵やろうかな。体力少ない方をやりたいけど、そっちはちょっと味方に任せようかな。味方倒せる、ナイス。でそこにちょっとだけ、敵が出てきているので TMF 突っ込みます。2発目外した。でちょうどチャフタいたので40式撃って、TMF をポンポン撃って体力を削っていきましょう。いいね、火力出てるな。でちょうどチャフのタイミング良かったね。うん、ってことでこれで、ミサイルでバンバン殴っていって倒していきましょう。ほい、これでどうかな。ほいほい、はい、ありがとうございます2試合目はこんな感じですね。ってことでラストやっていきましょう。さてと3試合目は、海賊の入り江でやっていきたいと思います。で今度は、X51 ガン積みでやっていきたいと思います。はい、 X51 が好きな人は絶対これやりますね。ただね、あのミサイルが3つに分かれているのでね、あの X51 をね、あの3発扱うの結構難しいのでね、ちょっとあのそこら辺ね、あの頑張っていきたいと思います。うまく扱えたらね、あの強いんですけどね。ってことでまず右からちょっと X51 でね、あの殴っていきたいと思います。
ほい、まず一発目で2発目3発目ほいほい、いいね。でこれできれば TMF も打ちたいな。打てる？打てますね。 OK、 これで20万ダメージですよ。うん、でそこに、まだ見える感じなので、これ X50 以上こんな感じで打ってから上から当てるっていう感じでやったら当てられるんですよね。ここでもここが強い。で空母から攻撃来てますけど、艦載機は S400 で一網打尽です。はいはい、いいね、当たってるね。 S400 めちゃくちゃ効いてるよ。だって S400 がドローンを襲うドローンを襲う。だってなんとか生還できたっぽい感じかな。でちょっと相手が近くにいるので、これ X50 で当てられる。いいね、当たってるね、当たってるね、いいね、素晴らしい。プロジェクトはね、あの S400 がほんまに強いのでね、なんて言ったらいいんだろうな、めちゃくちゃね、あの空が快適なんですよね。まあこんな感じでね、あの当てられることもできますし、あれこんな感じでね、あの当てることもできる。うん、もう無限大ですプロジェクトのミサイルの構成はもう無限大、無限大なんですよ。だって何気に敵がなんかそこにいるので、ちょっとそこの敵始末しないと味方の空母が死ぬので、ちょっと空母を守っていきたいなと思います。ってことでまず TMF 打って当たらない。じゃあ X51 いきましょうか。ほいほいほいで、ほい、いいね。でこれ止まる、止まるか。じゃあ TMF ほいほいって打って、そこの敵をやりましょう。いいね、全弾当たってる。でこのままの調子でちょっと空母に攻めていってる敵をやりましょうか。おいおいおい、ありがとうございます。ってことでそこにもあの敵がいたので、X51 で殴っていきます。おい、6万9万12万、素晴らしい。で TMF を当てて体力を削ってやっていきます。はい、ありがとうございます。で別の敵がそこにいるので、そこの敵もやっちゃいましょうか。おい、いいね。ってことで TMF 打って X51 打って、ほいほいと体力削っていきます。潜水艦もうそこまで来てんのか。で今 S400 でミサイル消せましたね。でこれちょっと魚雷はちょっとさすがに回避できないので、これはちょっと島に一回隠れて魚雷は防ぎます。でそこの敵に X51、 これ当たるかな、どうかな、当てられる、無理だな自分の技量だとちょっと無理だわ。ってことで潜水艦がちょっと厄介ですね。これ自分に対して魚雷撃ってんの？そうだよね。ってことでもう一回顔を出しますけど、うん、出てきたね。 OK、 じゃあ X51 ぶつけます。いいねいいね、もう艦砲もぶつけていこう。 OKOK、 削れている。これはもう一回 X51 撃ちたいけど、ちょっと一回避難しようかな。で潜水艦からは射線切れたので、もうこれ突っ込んじゃいましょうって思ったけど、なんか潜水艦そこにいたので攻撃します。君浮いてたんかい。うーん、攻めたいけどな、攻めれないんだよな。かといって裏取りをするっていう形になると、ちょっとごめんねごめんね沈めちゃってごめんね。なんか君ものすごくラグいよ。これもうご利用しますか。もうこれご利用しましょう。さてそこに、ウシャコフいるので、もうこれご利用します。で潜水艦から多分魚雷とかが飛んでくるので、あのすぐに左に行って、あの魚雷とかはあのちょっと岩であの消そうかなと思います。ってことで、こっからもうご利用しで突っ込んでいて倒します。はい、ありがとうございます。で何気に空母残っているので、もうこのまま流れでもう空母やっちゃいましょうって思ったけど、なんか君浮いてるね。浮いてるのなら攻撃させてもらいますよ。当たらなかった。で S400 の実力は大体こんな感じですね。せっかくなんでちょっと防空もどれくらいの性能かちょっと試していきましょう。ほい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 、いいね、落とすの早いわほんと。でそこにジェラルドがいるので、これ X51 をポン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 打って攻撃していきたいと思います。いいね、削れてるね。でこの調子でちょっと空母やっていきましょう。ダメージがめちゃくちゃ出る試合になりそうだな。これめちゃくちゃダメージ出るぞ300万ダメージいきそうな、いきそうな勢いなんだけど今いけるんかなこれ。300万ダメージなかなかできないけどね
ってことで艦砲を撃って倒していく。さてラスト潜水艦ですね。で潜水艦いたんですけど、こういう時に限って対戦ミサイル持ってきてないので僕は何もすることができません。お、出てきましたね。じゃあこれでちょっと攻撃して倒せるかな。 OK、 倒したね。はい、ということで残り1秒で潜水艦倒すことができました。250万ダメージのニッキルです。ありがとうございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。うん、プロジェクトはね、あのミサイルと艦砲しかないので、あれ魚雷とか撃たれるとね、あの島とかであの魚雷を消すしかね、あの対処法がないし、あと潜水艦に対してはねもうあの何にもできないので、あのそこだけね、あの気をつけてあの立ち回ってもらえたらいいかなって思います。で一応ミサイルね、あの4枠分あって艦砲2枠あるんですけど、これよりもね、あの足柄の方が強いんですよね。足柄だったらまあ艦砲1枠の代わりに魚雷2枠ついているので、あれミサイルと艦砲だけを見るとあの弱そうに見えるんですけど、その分のね、あのステータスはね、あのこの S400 にね、あの振っているのでね、結構ね、あの快適な戦闘を行うことができるのかもしれません。で、あとプロジェクトのいいところといえば、やっぱりミサイルすべてがあの前方から出ることですね。で、艦砲は後ろからっていう感じなので、前に出たら、ミサイルをバンバン撃って、後ろから出る場合は先に艦砲を撃ってからミサイルを撃つっていう感じのね、攻撃ができるのでね、結構そこら辺をね、あの含めてあの強い船になっています。あと何気にね、あの機動力も 27.8 ノットあるのでね、まあまあね、あの機動力もあの高い船なのかなって思います。ってことで今回の動画は終わります。よかったらね、あのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで今回の動画は終わります。バイバイ。